おーいった、おーし、みなさんこんにちは。今日はパパだ、グインです。そう、パパにね、ハルくんの今お面と筋肉をつけてもらってるんだけど、あれ5歳以上って書いてあったからせいちゃんのために買ったんだけど、ちょっと大きいんだよね。それメリーちゃんにはちっちゃい。そうそう、パパにはちっちゃいんだけど、ちょっとパパ筋肉やってみてよ。本当の筋肉を見たいけど二人とも筋肉見せてもらって、せーの、せーの、じゃあかほちゃんも3人で、せーの、みんな強いな。ちなみにこのお面がせーちゃんのサイズなんだけど、多分ね、外国の人の顔の彫りに合わせてるからか、顔につけるとめっちゃ痛いんだよね。そう、ここにもつけたらすごい痛い。そう、じゃあちょっとパパそれ外してもらって、かほちゃんとせいちゃんちょっとだけやってみるか。うん、くすぐったいな。よし、じゃあせいちゃんのうるる見せてくれるかな。せーの、少し出たね。じゃあ3人で、せーの。なかなか難しかったね。で、それと別にアベンジャーズのパワーポッパーを買ってきました。せいちゃんのがハルクで、せいちゃんハルクです。そう、かほちゃんのがアイアンマンです。そう、飛ぶんだって。で、ここの飛ぶ部分が柔らかいから当たっても痛くなくって、そうそう、6フィートハイまで飛ぶみたいよ。せいちゃん何だ。よし、じゃあ中に入ってたのはポッパー、飛ぶやつと土台、こうやってパワーポッパー、硬いところじゃないとできないみたいだから、こっちに移動してみようか。おいで。怖いよ。何か怖いの。なんか怖くない。じゃあちょっとやってみせてよ。まずやり方教えて。まず、おお、お尻に当たった。取れてたかな。最初は、うん、イヌちゃんのカップみたいなやつ。イヌちゃんのカップ、これを、うん、ここに乗せて、で、と、あれ結構硬いんだね。せいちゃんできたね。そして3インチ離して、うん、めっちゃ怖がってる。いくよー。おー、かーちゃん怖いな。おー、結構飛ぶ。じゃあ二人ともちょっと練習してみて。まっすぐ落とすのが多分ちょっと難しい。あの、怖いっていう気持ちがあるから、逃げながらするとまっすぐ落ちないんだよね。洗面器でパパが飛ばすのをキャッチするっていうのはどう？はい、じゃあ洗面器取りに来て。オッケー、じゃあまずどっちから挑戦してみる？じゃあじゃんけんしよう。せーの、最初はグー、じゃんけん、ぽい。おー、せーの勝ち。じゃあせーちゃんから。よー、姿勢頑張れー。おー、飛んだ。いけ、あー、惜しい。おー、痛い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 。取れたよ。すごい。やったよ、取れた。取れた。
じゃあはい、じゃあ次、せいちゃんの番。へぇー、いくよ、せーの、いけ、おーしー、取れた、取れた、取れた、せー、面白い今の何取れたってよし、じゃあもう一回挑戦してみて、おー、いった、おーし、あったー、無駄のに、おいしかった、ちょーっと当たったね、よし、じゃあ2人で、2人で最後どっちかが取るまで、いったー、あー、いったー、あー、カホキャッチする、取れました、2枚も取れたよ、すごいね、結構ちょっと難しいおもちゃ、これ何歳以上って書いてあったっけ、5歳以上、5歳以上って書いてあるけど、5歳にはちょっと難しいおもちゃだったね、まあでもきっとこれは上手に飛ばすっていうのを練習するおもちゃなのかな、なのでこれそこら辺に置いとくので、うん、上手に飛ばせるようになるまで好きに遊んでください、どうでしたか、難しかった、はい、じゃあみんなにお別れするよ、なんだその遊びは、なんだその遊びは、プチプチポッパー、ポップポップしてる、ポップポップ、ポップポップ、バイバイ、また見てね、チャンネル登録よろしくお願いします、次の動画も見てね。